ここが廃校の入り口みたいだね。確かに、ま、ずいぶん錆び、ずいぶん昔に閉鎖され、鍵と鎖ということは、空賊たちが出入りした可能性もない。だから軍も調べなかったのかな。確かに、岩山の中を調べても何かの手がかりが見つかるわけ。どうしたの？気のせいかもしれない。中から風が吹いてきてない？中からって、うん、ちょっと待って。本当だ、かすかだけど風が吹いてきている。あ、やっぱり？あんたって時々驚くほど勘が冴えることがあるわね。さすが先生の娘ってところ。父さんは関係ないってば。それよりこの中めっちゃ、確かに調べ、よし、こら、とりあえず村に鍵を持って、チェ、僕の番だね。私の番ね。この調子で行くわよ。行くよ。あたしの番ね。はっ、任せなさい。はっ、うん、はっ、僕の番だね。私の番かしら。はっ、行くよ。はっ、戦闘終了、先に進もう。私の番かしら。そこ、私の番ね。私の番かしら。そこ、
あら、もう終わりなの？村長さん、ここに。おお、ゆ。ずいぶん立派なお墓ね。10年前の戦争の犠牲者を弔うために建てたものじゃ。ボース地方は帝国に近いから一番の激戦地となってな。この村も戦火に巻き込まれて何人かの犠牲者。そうなんだ。はは、あんたたちまでしんみりすることはないさ。今ではここの掃除をするのがわしの日課になっとるんじゃ。ところでどうしたね、わしに用があるんじゃないのか。あ、うん、相談したいことが。これも縁だし、私たち花はありませんけど、せめてお祈りくらいは捧げさせてください。おお、そうか、もちろん構わんとも。あやつらも喜ぶじゃろうて。うん、あの廃校に手がかり。確かル念のため。あの、確かこの引き出しに。おっと、あったあった。ほら、これでいいんじゃろ。うわ、ありがとう。本当に。え、このく何かみ、うん、僕の番だね。任せて。は、任せなさい。は、僕の番だね。は、うん、もう大丈夫だ。ともかく魔獣がいそうな気配はするわね。気を引き締めていくわよ。
そこそこ、えい。僕の番だね。はっ、私の番かしら。そこ私の番ね。僕の番だね。捕らえた。僕の番だね。スイッ。うん、もう大丈夫だ。行くよ。任せなさい。そこ。私の番ね。スイッ。僕の番だね。遅い。行くよ。遅い。僕の番だね。スイッ。うん、もう大丈夫だ。僕の番だね。スイッ。任せて。はっ。私の番かしら。はっ。うん。行くよ。遅い。私の番ね。はあ。私の番かしら。僕の番だね。はっ。任せて。えい。任せなさい。お仕置きしてあげるわ。そこ。だらしがないわね。僕の番だね。スイッ。任せて。みんな大丈夫？私の番かしら。はっ。行くよ。スイッ。うん、もう大丈夫だ。
僕の番だね。行くよ。私の番かしら。圧駆動戦。だらしがないわね。重い資材は放っておいて、食料品と貴重品を優先するんだ。できるだけ急げよ。グズグズしてると連中が来る。やってんだ、キール兄貴。こんなと、あの子の話。ここはうまい隠し場。簡単にあれを考える、また逃げられる。はあ、まったく兄貴と来たら弟使いが荒くてたまらないぜ。まあいいや、これが終わったらゆっく。そこまでよ。何？この世に悪が栄える限り、真っ赤に燃える正義は消えず。ブレイサーズ、ただいま参上。あり？何なのブレイサーズって。まったく、もうすぐ調子に乗るんだから。何よ、ちょっと外しちゃっただけじゃない。お前たちはジョゼットがやり合った連中。話が違うじゃないか。どうしてこんな早く来るんだよ。話が違う？早く来る？何わけわかんないこと。遊撃士協会の規定に基づき、定期船強奪、乗客拉致の疑いであなたたちを緊急逮捕するわ。覚悟はいいかしら。ちょっと待て。ひょっとしてお前ら3人？何よ、見る。はあ、なるほどね。だったら話は早い。しばらく眠っていてもらおうか。僕の番だね。行くぞ。行くよ。行くよ。断速戦。任せなさい。お仕置きが必要みたいね。覚悟なさい。ここまでか。僕の番だね。行くよ。遅い。
て。任せなさい。そこ。あら、もう終わりなの？いったたった。なかなかやるじゃないか。ジョゼットを任せただけはある。おだてても何も出ないもんね。ほれ、とっとと降参して。本当に何も知らないらしい。まったくおめでたい連中だぜ。あんですって。気をつけて。な、何これ。しまった、エマク。積み荷を残したのは残念だが、そのくらいは我慢してやるさ。アバよ。ちょっと目に染みた。大丈夫、毒性はない。見えなくなったわね。やれやれ、一度ならず二度までも取り逃がしたか。こりゃ私の方は降格されても文句言えないわね。もう知らねえってば。そんな風に自分一人が悪いような言い方やめてよね。僕たちにだって逃げられた責任はあります。悔やんでいる暇があったら今できることをしておかないと。これじゃ立場が逆だわね。幸い定期船は取り戻せたし、早速調べてみるとしますか。中に乗客がいるかもしれん。うん。この様子、とにかくこれリフ発着場で見かけるものと、多分これを使って積み荷を。船長さんが座る席に、いつもだったら喜んで座っちゃうとこだけど。座ったりしないの。これ操縦用のダリ。操縦していた人。眩しい、光が差し込んでる。この鉢植え、なんか元気ないな。もう何日。一通り調べてみたけど、誰もいないみたいね。どうやら彼らの、多分。うん、せっかく。ほらほら、まだ手がかりが完全にな。あの連中どうしてこんな場所に。え、見たところ船内の動力は、これはつまりオーグメントの動力、さらにその手。あ、それな。確かに人質を空賊艇に移すとき着陸させる人だけど、定期船をアジトに運ばなかった理由にはならないわ。推測するに、彼らのアジトは少し特殊な場所にある。10、つまり3、そうい。え、ただそ歩いてど、そう、不本意だ彼らは。へえ。どの道彼らの、それで人質が。こだわってる。とりあえずギルドの動力。
連絡する手間が省けたと喜ぶべきかしら。武器を所持した不審な。お前たち、おとなしく手を挙げろ。まったく世も末だぜ、こんな女。だ、誰が空賊ですって？この紋章。ふん、遊撃手の、そのようなものが身の潔白の証になるものか。モルガン将軍、どうしてここに。各部隊の報告に目を通して調査が不十分と思われ。まさかお主らが空賊団。言いがかりをつけるのはやめていただけないかしら。我々はそちらより一足先にこの場所を探し当てただけだわ。ならば空賊どもはどこだ。その中に人質たちはいるの。空賊にはあと一歩のところで逃げ、人質の乗客もこ語るに落ちたな。大方我々がやってくることをお主らが空賊に知らせたのだ。ちょっと、いい加減にしてよね。それはこちらのセリフだ。者ども、来い。明朝、将軍閣下自らの手で、あんたたちの、そこで無実が証明されれば、2、3日で。ま、しばらく。こちらの言い分も聞かないで、こんな場所に放り。ぐ、こうなると。え、はい、話。術中、そして。軍内、もしくは女、つまり、はい。やっぱり。は、こんな時。どうやらお困りのようだね。あれ、ヨシは何か言った？いや、僕は何も。隣から聞こえてきたわ。しかもなんだか聞き覚えのあるような。おお、釣れないことを言わないでくれたまえ。この艶のある美声を聞いたら誰だかすぐにわかるだろうに。この根拠のない自信、そして自分に酔った口調。ひょっとしなくてもオリビエ？ピンポーン。ああ、こんなところで再会することができるとは。やはり僕と君たちは運命で結ばれているらしいね。あんたどうしてここにいるのよ。ボスに案内したはずでしょ。しかもこんな牢屋に閉じ込められているなんて、一体何をしでかしたわ。まあまあ、そう一度に質問しないでくれたまえよ。これには海よりも深く、山よりも高い事情があるのさ。あっそ、だったら聞かない。っていうか聞いちゃったらものすごく疲れそうな気がする。偶然だね、エステル。僕もそんな予感がするんだ。そういうわけで話してくれなくても結構よ。私たちの健康と美容のために。はっはっは。そんなに遠慮することはない。一部始終聞いてもらうよ。僕の身に起きた悲劇的事件をね。聞いちゃいない。君たちと別れた後、僕はマーケットを冷やかしてからレストランアンテローゼに入った。そして存分に舌鼓を打った後、余興にグランドピアノを弾いたのさ。するとレストランの支配人が身を震わさんばかりに感激してね、レストラン専門のピアニストとして雇いたいと頼み込んできたわけだよ。どうでもいいけど、あんた竜と引きじゃないの？天才というのは獲物を選ばないものだよ。それはともかく、僕はある条件を出してそのオファーを受けたわけだ。ミラの代わりに料理とワインを毎日タダでご馳走してくれってね。なんていうか、オリビエさんらしいですね。
でもそれがどうしてこんな牢屋に入れられることに。はあ、ここからが聞くも涙、語るも涙の話なのさ。その夜、早速僕はシェフに作らせた鴨肉のソテーに舌鼓を打っていたのだが、血を使ったソースがまたたまらなく濃厚な味わいでね、どうしても普通の赤ワインでは物足りなく感じてしまったのだよ。なんか無性に殴りたくなってきたわね。それで、あんたはどうしたの？貯蔵庫の奥に保存されていた良さそうな一本を拝借したんだ。グランシャリネ1183年もの。グランシャリネ、しかも1183年ものですって。オートのオークションに出た幻のヴィンテージワインじゃない。ほう、シェラ君はなかなか詳しいみたいだね。僕も噂を聞いてかねてから飲んでみたいと思っていたのさ。オークションってどのくらいの値段がついたの？聞いた話じゃ50万ミラで落札されたそうよ。50万ミラ！？たかがワイン一本に？とんでもない世界だね。オリビエさん、まさかそのワインを。言うまでもない。美味しくいただかせてもらったよ。鼻孔をくすぐる福いくたる香り、喉元を愛撫する芳醇な味わい。ねえ君たち、信じられるかい？バラ色に輝く時間と空間が確かにそこには存在したんだ。ダメだこりゃ。やっぱり疲れたね。呆れて物も言えない。しかしそうなると今度は料理の方が物足りなく感じてね。ワインに合うくらいの一品をシェフに作らせようとした時にちょうど支配人が帰ってきたんだ。僕もケチじゃないからね、彼にも商売してもらおうと気前よくグラスを勧めたんだが、なぜか激しく立腹し始めてね。あれよあれよという間に兵士たちがやってきたのだよ。それでなんと、これがまた。以上が僕をここに送った涙なしでは語れぬ悲劇的事情さ。さあ思う存分同情してくれたまえ。バカ。おや、ちょっと君たち、そのクーとかスーとか、うん、バカーとかいうのはなんだね。いいかい、話はここから面白くなるのだよ。ここに連れてこられてからもさらなる試練が僕を待ち受けて。もしもーし、ちょっと聞いてますか？おい、あんたたち起きてくれ。眠い。どうしたんですか？こんな朝早くから尋問なの？さすがに勘弁してほしいわね。いや、その反対だ。あんたたちを釈放する。どうして？何か理由でも？こういうわけですわ。市長さん。あらら、珍しい場所で会うじゃない。皆さん大変でしたわね。ですがもう安心してください。皆さんの疑いは晴れましたから。ふん、まだ完全に納得したわけではないがな。まあ、メーベル城たっての頼みだ。せいぜい彼女に感謝するといい。それって市長さんが私たちをかばってくれたっていう？かばったわけではありませんわ。ただ皆さんの事情について
私たちの事情？そこの二人、お主らに一つ質問がある。カシウス・ブライトの子供というのは？え？はい、おっしゃる通りです。彼女はエステル・ブライト、僕は養子のヨシュアと言います。そうか、確かにそちらの娘にはレナ殿の面影が残っておるな。お母さんを知ってるの？ロレントの家を訪れた時に何度か手料理をご馳走になった赤ん坊だったお主にも会ったことがあるぞ。ちょっと待って、モルガン将軍って父さんの個人的な知り合い？父さんが昔軍にいたのは私も知っているけど遊撃士としてのやつは知らん。わしが知っているのは軍人としてのカシウスだけだ。希代の戦略家と呼ばれたんだ。戦略家？まったく、何を好んで遊撃士協会などに。で、思い出すだけで腹の立つ。わしはこれで失礼する。どうなってんの？エステルさんのお父様は優秀な軍人だったそうですわね。退役するとき何度も引き止めたと将軍閣下から伺ったことがありますわ。そうだったんだ。なんだか信じられないけど。しかしそうなると将軍の遊撃士嫌いは先生が原因かもしれないわね。目をかけていた部下に去られたく。なんかそれっぽいですね。じゃあ何？父さんのせいで私たち苦労してるわけ？あの極道親父！さて、それでは皆さん、定期船が見つかったことで事件は新たな局面を迎えました。いろいろと相談したいことが。あら、帰るのは賛成なんだけど、何かを忘れているような。そういえば何だったかしらね。ああ、人はなんと無情なのだろう。一夜を共にした仲間のことをいとも簡単に忘れ去るとは。なんという悲劇、なんというやるせなさ。いいさ、僕はこの暗き煉獄で一人朽ち果てていくとしよう。あれがいたか。うん、完全に忘れ去ってたわね。気の毒とは思うけど、さすがにどうすることも。そちらの方はグランシャリネを勝手に飲んでしまったという。いかにも。しかしレディー、勘違いされては困るな。あれは前払いだよ。華麗なる僕の演奏に対するね。面白い方ですわね。まあついでですから、あなたも釈放していただけるよう。ほう、さすがにそれは無理があるよ。レストラン側が訴えれば少なくとも訴訟にはなるはずよ。その心配はありませんわ。あのレストランのオーナーは私ですから。え、あのグランシャリネも私が競り落としたもの。これならば問題ないでしょ。まさか本当に釈放されちゃうなんて。まったく大した悪運だこと。そんなに褒めないでくれたまえ。しかしただであのワインを飲んだとあっては心が咎めるな。契約通りレストランでピアノを弾かせていただこうか。それは遠慮しておきますわ。さすがにあの騒ぎの後だといろいろと気まずいでしょうから。こいつだったら全然気にしないと。確かにずぶとそうだしね。まあ今回のことはお互い不幸な事件と割り切りましょう。しかしそれでは僕の気が済まない。
そうだな。ちょうどエステル君たちが何かの調査をしているようだね。ワインの礼に彼らの手伝いをするというのはどうだろうか。はあ？あら、それは面白いですわね。お願いしてもいいでしょうか。お任せあれ。そういうわけだ。君たち、よろしく頼むよ。ちょっと待って、どうしてそうなるのよ。素人についてこられても正直言って迷惑なんだけど。足手まといにならない自信は？銃とアーツにはいささか自信がある。無論僕の天才的な演奏と一緒にされても困ってしまうが。そういうセリフが激しく不安を誘うんですけど。でも悪くないかもしれないね。軍が当てにならない以上、僕たちも人手不足な気がするし。まあいいわ、協力してもらうとしますか。ただし足手まといになると判断したら外れてもらうけど、それでもいいかしら。構わないよ、決して失望させたりしないから。失望するも何もさ。話がまとまって、それはそうと皆さんに報告することがあるのです。報告すること？そういえばここに来るまでに街が騒がしかった気がするわね。何かあったの？はい、実は昨晩ボースの南街区で大規模な強盗事件があったのです。武器やオーブメント工房をはじめ何軒かの民家が被害に遭いました。え？やっぱり例の空賊たちの仕業。今のところは不明ですが、その可能性は高そうですわね。現在王国軍の部隊が調査を行っている最中ですわ。なるほど、私たちもすぐに調査した方が良さそうね。ええ、お願いいたします。ここまでの調査のお礼はギルドにお支払いしておきますわ。当座の調査費用としてどうぞお役に立ててくださいな。また軍の連中に邪魔されそうな気がするけど、ま、そうなったらその時だよね。邪魔されるのはともかく、こちらが情報を掴んだとしても軍には伝えない方。本当にスパイがいるとしたら不本意だけど仕方ないわね。とにかく慎重に行動しましょう。それでは諸君、早速南街区に行くとしようか。だからどうしてあんたが仕切んのよ。メイベル市長からこれで依頼達成だね。ん？では引き。まだ有力な情報は得られていない。もう少し。すまんが、すまんが、こちらが
まだ有力な情報、もう少し。聞き込みをしている最中、すまんが、こちらが。まだ有力な、もう少し。ここの家は、おっとと、っていう。すぐに終わらせる。すぐに終わら。ふう、かわいく撮れたっと。ナイアル先輩、こんな感じでいいですか？ええ、そんなもんだろう。しかしこりゃ根こそぎやられちまったようだな。ああ、こんにちは。早速取材ですか？ご苦労さんね、あんたたちも。おっと、お前さんたちか。はあ、エステルちゃんとヨシュア君。よかったね、釈放されたんだ。聞いたぞ、軍の連中に廃校でとっ捕まったんだってな。いや、ほんと心配したぜ。何、人ごとみたいに言ってくれちゃってるか。ナイアルの情報をもとに村に行った結果なんで。おいおい、そりゃ逆恨みだろ。ナイアルさんたちも廃校には行ったんですか？そうだよ、昨日のうちにね。ヨシュア君たちは連行されちゃった後。しかし逮捕の現場にいたら面白い写真が撮れたん。ほんと、これだからマスコミのに。それよりも、ああ、軍の連中、正直そう。記者君、ちょっといいかい？空賊たちは町のどこから侵入したのか分かるだろうか？うん、目撃情報によると西口方面に去ったらしいが。それはおか、西口に入ってすぐのところには市長邸やマーケットもある。それらを襲った方がはるかに見入りが良さそうだが。言われてみれば確かに。ところで、あんた誰？よくぞ聞いてくる。オリビエ・レンハイム、漂白の詩人にして天才演奏家さ。噂くらいは聞いているだろう。ああ、高級レストランでワインを飲み逃げしたっていう。お目にかかれて光栄です。照れるじゃないか。インタビューならばいつでも受け付けてあげよう。はあ、いいんですか？頭痛くなってきた。なんていうか、ある意味同じ。なんで一緒に行動してるのかは聞かないでおくことにするぜ。ま、それが無難でしょうね。
おい、お前たち。ん？どうしたの？一言忠告しよう。いくら市長の代理とはいえ、我々が調査している最中にうろ。あ、忠告というよりも警告ですね。部をわきまえろと言っている。そんなに調べたいのだったら、あまりわがままが過ぎると、うん、気にしないの、エステル。どうせ何もできやしないわ。虎の意を狩る狐とはよくぞ言ったものだね。何？何をやっているのかね。これは大佐殿。栄えある王国軍の軍人が善良な一般市民を脅すとは、まったく恥を知りたまえ。ですがこいつらはただの民間人ではありません。ギルドの遊撃士どもです。ほう、そうだったのか。だったらなおさらだろう。軍とギルドは協力関係にある。対立を煽ってどうするのだ。しかし自分は将軍閣下の意を汲みまして。やれやれ、モルガン将軍にも困ったものだ。ここは私が引き受けよう。君は部下を連れて撤収したまえ。しかし早朝から始めているのだ。もう十分に調査しただろう。将軍閣下には後で私の方から取りなしておく。それでも文句があるのかな。了解しました。撤収、派遣門に戻るぞ。さて、遊撃士協会の諸君、軍の人間が失礼をしたね。謝罪をさせてもらうよ。これはどうもご丁寧に。ま、こちらも挑発的だったし、お互い様としておきましょう。そう言ってくれると助かるよ。先ほども言ったように、軍とギルドは協力関係にある。互いに欠けている部分を補い合うべき存在だと思うのだ。今回の一連の事件に関しても君たちの働きには期待している。失望させないよう、せいぜい頑張らせてもらうわ。なんかすごくまともそうな人ね。うん、誰なんだろう。大佐、そろそろ帝国ですが。おう、そうか。それでは処分、これで失礼させてもらうよ。そういえばまだ名乗っていなかったな。王国軍大佐リシャールという。何かあったら連絡してくれたまえ。リシャール大佐ってどこかで聞いたことあるような。ナイアルさんが言ってた人だね。王国軍情報部を率いる切れ者の若手将校だっていう。あ、そうだった。軍人にしては結構話が分かる人だったね。年は30半ばくらい、ルックスも悪くないときた。軍人より政治家に向いていそうね。はい、お前さんたち、今の黒服の軍人誰なんだ。なんか見覚えがあるんだが。なんだ、顔は知らないんだ。ナイアルが言ってた情報部のリシャール大佐だってさ。何？おいおい、それ本当か。うん、本人がそう名乗っていたから間違いないと思いますけど。まさかこんなところで噂の人物に出くわすとは。こうしちゃいられん。ドロシー、追いかけるぞ。あいあいさー。
よくわかりませんけど。あ、張り切ってるわね。インタビューでもするのかな。確かに記事にしたら受けそうな人物ではあるわね。うん。どうしたの？珍しく真剣な顔しちゃって。いや、今の大佐なのだが、なかなかの男ぶりであるのは僕も認めるにやぶさかではない。しかし。しかし何ですか？僕のライバルとなるにはまだまだ役者不足だと言えよう。より一層の精進を期待したいね。聞くんじゃなかった。その自信がどこから湧いてくるのか不思議ですね。さてと、兵士たちがいなくなったところで調査を再開するとしますか。さっき話を聞けな、うん、ご主人、そ、う、ん、は、ズバリ、あ、そ、き、しか、え、そ、ま、あ、へえ、いや、朝から粘ったの、お、なんだ、く、ま、お客さん、失礼なの、ま、あ、実、はあ、空賊によるご、しかし、しかし、ヤーンに、あい、あ、あ、南の湖畔、そいつが妙な、ひょん、かむ、な、ま、しか、そ、その宿、そ、し、な、肝心の強盗事件については手がかりはなく、なかなか興味深い話。うん、特に宿屋の食事が美味だというのが気に。そういう話じゃないってば。まあ私も釣りにはちょっとこ、何も事件が起きてないんじゃ。いや、それは下手に事件を起こしたら軍に徹底的に調査されてしまう。逆に何も起きてない場所こそ空賊たちが現れる。そっか、そういう考え方も。確かにこの一連の事件、軍にスパイがいるかはともかく、空賊たちは相当、起きた事件を調べるだけでは連中の動きを読んだ上で一歩。なるほど、守りより攻めの姿勢ね。リベールの真珠と歌われし麗しのバレリア湖のほとりへ。